なんか頑張れるような気がする夏メロいきたいと思いますけどもね、ウェットアイアですね、静かな始まり方なんですけど、途中からテンション上がってね、いい感じになりますけど、愛のために、愛のためにもう一度今枯れそうな夢、水をあげよう、信じられるもの一つだけあれば、それだけで大丈夫。流した涙、諦めたこと、全部右ポケットに入れて隠してたのに、君はいつでも気づいていたんだね。瞳閉じれば、あの夕焼け空、ぬくもりは消えないよ。どんな時だって君の笑顔、この心ずっと照らしてくれるから、愛のために歩いて行こう、心に咲いた花を守ろう、大切なものたった一つだけあれば、それだけで行けるから、ただ愛のために。うん、なんかこれ今思えば瞳のサムライドライブに似てない懐かしい曲行きましたけどもね、何枚目だかな、これちょっと覚えてないな、シングルですね。まあ、最近はもう全然上戸彩さん歌ってないですけどもね、まあ、テレビドラマとか映画とかでね、もちろん活躍されて、ね、もう最初はやっぱ金八先生だったんだよね、確かね、うん、で、まあ、M1 の司会とかね、いろいろやられて、そっちのイメージが強いんですけども、セカンドシングルのね、2000年かな、2001年かな、そんぐらいだと思う、ちょっと忘れちゃったけど、ピュアネスが、まあ、デビュー曲なんですよ。でピュアネスっていう曲みんな有名で、好きだって言うんだけど、俺 2枚目のねセカンドシングルの、絆っていう曲があるんですけど、その曲がすっごい好きで、アプリで探したんだけどないんですよね。で仕方なくというかこの曲にしたんですけども、絆っていうね、知ってる人いるかな、愛して愛され君を知るっていうね、すっごい好きで、これユイに被るんだよね、すっごい今のね、本当この頃は歌路線に行ってくれるかなって、ね、自分の中では期待してたんですけど、女優もうバンバン女優になっちゃいましたけどね、はい、てなわけで機会があればね、絆の方もぜひ聴いてみてください。愛のためにお送りしました。